した攻撃じゃねえな。そんなに血まみれになりてえのか。だったらそうしてやるよ。女ども、いい声で泣いてみせろ。Den nicht gerade fertig gemacht? Naja. Was passiert hier, Freunde? Ach, nicht die schon wieder. Weil den jetzt auch schon wieder auf die Schnauze hauen. Oder so, so geht's natürlich auch. Sehr geil. に言われたことを忘れてないでしょ。アリスを助ける、ドロシーを戦場に届ける、分かってるよ。行こう。和平の使者様ですか？お待ちしていました。誰？何者なの？商工ギルドの者です。この補給路で後方支援を担当しています。海難は残念でしたね。見ていたのか？ええ、あの惨劇を見た後、先回りしてこちらの道で待たせていただきました。OK、alles klar。 Da haben wir ja schnell Ersatz bekommen。 案内します。こちらですよ、
Vertrau denen nicht, die führen uns in die Falle. Also wie auffällig willst du sein? Er ja. しまいました。 ドロシー、小さい頃からいつもそう、みんなどうして先に死んでしまうのですか。どうしていつも召喚は生き残ってしまうのですか。誰よりもこの世界に不要なのは召喚なのに、どうして召喚を真っ先に殺せばいいのに、この世界はそうしない。どうしてこんなに意地悪なんでしょうか。父さんも母さんもいないこの世界で、どうしてこんなにも苦しい思いをして生きていなくてはいけないのですか。キリト、召喚はもう、ドロシー、もうこんな世界で生きていたくない。認め合えた者たちも、また再会しようと約束した者たちも、ドロシー、アリス殿も、ユージオ殿も、シャスター様、リピア様も、ドロシ、やめろ。みんな、もう死んでいるかも。
die ist fix und fertig, die arme Dorothy, gell? Natürlich komplett im Arsch. Dorothy, Sissimo. Kirito. Kitto, Kimio, Mamore. Ikite, Itakunai, Danante. Kimi, ga, Iwanakunari, Mirai, Otskiro.作るよ、ドロシ。もう一歩も進めないなら俺が背負う。だからドロシ、お願いだ。ここで折れないでくれ。俺がいる。俺がいるよ。キリト、ごめんなさい。君だって怖いのに、悲しいのに。召喚は自分のことばかり。キリト、キリト。君の言う通りだ。行きましょう。キリト、何があっても召喚は最後まで君の友達です。生臭い匂いがしてきたな。Dieser gleichgültige Blick, als hätte man keinen Gegner. So bereit, wie man nur sein kann. Ah, Motor Kotonan, der kann geiten. Zehn Schien Arnomida. Dorothy, Asuko.Okay, Yuzio haben wir schon mal gefunden. Aber für Alice kommen wir leider zu spät. Gut, das wissen die beiden ja jetzt leider noch nicht. ここはいい。アリスのところに行って、軍勢はそっちに集まってる。
行って行くんだキリト、僕らのアリスを守って。クソ、簡単には行かせないってか。なってる。洗脳どころじゃない、これじゃ侵食だ。自我が消えつつあるのか。これもベクタの仕業だっていうのかよ。ドロシー、やっぱり大元を叩きに。ドロシー、洗脳解除の方法、父さんから学んだ知識の中に何か対抗できるものがあるはず。暗黒術、神聖術、皇帝は違えどリソースを使用し特定の現象を起こすということは同じ。父さんが言ってた。何かが誕生すればその瞬間にそれを打ち消す概念も誕生するのだと。対抗できる術式展開、状態異常、ステータス異常。ドロシー、ショーワックス、統制された洗脳、解除、レリース、違う、リモートコントロール。キリト、召喚は父さんからたくさんの神聖術を習いました。ステータス以上を解除するステータス。Ja, ich denke mal, das weiß der gute Kirito schon. 本当か？ドロシーはそれを使えるのか？はい、習得済みです。召喚はできます。なら、せめてシャステやリピアだけでも。いえ、キリトの言う通り、大元を立たねば。戦場にいるすべての者たちを正常な思考に戻さなくては、この争いは止まらないでしょう。一人や二人ではダメです。全員に、この状況はおかしいと理解してもらわないと。でも…システムコマンドが分かっても、それを抜ける対象が多すぎる。神聖術も暗黒術も、その場にある空間リソースを消費するだろう。はい、全員にやるとなれば、大規模な術式が必要になります。ですが、今この場は神聖力に満ちている。散った者たちも、同胞を生かすためなら許してくれるはず。そして足りない分は召喚の命で補えるでしょう。おい、召喚のって、何って。キリト、君が好きですよ。ドロシー、おかしなことを考えてないよな。そんなの絶対にダメだぞ。君が好きです。待ってくれ。俺が今他の方法を考えるから。君の守りたい人、守りたい場所、君自身も、召喚が守りたい。君を守ってあげたい、キリト。ドロシー、ダメだ。どんなことになっても、君の友達です。キリト、本当に大好きですよ。だから、君と世界を守る。システムコール。
治療してくれてありがとう。キリトたちの事情はまたちゃんと聞くね。Ja, ich glaube, das will keiner irgendwem erzählen, was da passiert ist, alles. Kokorogurushi, Kido. Kirito. Oh, Bakamonome. Omae no hatesinai tenmeichi wa omae o ikasu tame ni ataeられたものだろうに。人界の者たちよ、すまない。俺はどうかしてしまっていたようだ。和平は目の前だったというのに。洗脳されていたんだ。仕方ないさ。それにこちらも事情があって断りもなく離脱した。お互い弁明や説明を後回しにしよう。今目の前の戦場をどうにかする方が先だ。シャスター、戦況を教えてくれないか。キリト、奴はベクタは暗黒海軍の各陣営に光の巫女なる存在を探せと言ってきた。そして最後の伝令では聖号騎士のアリセ・シンセシス・サーティが光の巫女であると報告を受けた。駆けつけられる者はすでに向かっているだろう。お前の友だ。今すぐにでも行った方がいい。光の柱が立った方向にいるはずだ。ドロシーは任せて、このままここで治療を続けます。頼んだリビア。ドロシーも俺の大切な友達なんだ。よし、暗黒騎士団に次ぐ現時刻をもって、俺はビクスルール・シャスターは暗黒神ベクタに反旗を翻す。何をバカなことを。力の掟に反している、そう言いたい顔をしてるな。ああそうだろう。暗黒界に生きる者として正しい反応だろう。だがそんなことは知るか、クソくらいだ。俺は今日ほど憤っている日はない。あの男は我々を操り、同胞たちを虫けらのように扱い、大義もなく単なる私利私欲のために利用した。お前たちは操られてなおその身を奴に委ねる気か。今日我々が刃を向けた相手は未来の同盟相手だった。次は友を、家族を、愛するものを手にかけるかもしれん。それがないと言い切れるか。そんなものに従属する未来などごめんだ。頂に立つ者には責任が生じる。あれはそれを果たす器ではない。暗黒界の未来を潰す者に王冠はふさわしくない。たとえ三奪者と罵られようとも、これ以上同胞の命を無駄に散らすことは許せない。志を同じくする者のみついてこい。志を同じくする者のみついてこい、なんだろう。行こうぜ。まさかお前と戦場で手を組むことになるとはな。人海軍も行くぞ。目前だった和平を潰したクソ野郎をぶん殴ってやんねえと気が済まねえ。敵は暗黒神ベクター、暗黒神ベクタだ。全軍出撃。貴様まだ戦うつもりか。正気に戻ったのだろう。そうだ、この状況がおかしいと気づいたはず。他の者たちも我に返っている。こんなことは意味がない。我々の敵は、我々、私の敵は
私を脅かすものよ。マヌケ面を見せてくれてありがとう。洗脳って何のことかしら。確かにベクタ様のご意向に沿う思考状態には。Ja, gut, sie war ja eigentlich nie für Frieden, ne? Sie hätte sich nur dem Stärksten gebeugt. それは私にとっては正常なのよ。この状況でベクタ様に歯向かうなんてありえない。寵愛を受けられる方が都合がいいでしょ。仲良しごっこなんてやってられないわ。最後に生き残れる方に私は賭ける。アリス、キリト、アリス様を助けろ。あら、急に姿を消したと思ったらまた現れたのね。私に会いたかった？それとも暗黒神ベクタ様へのご拝謁をお望みかしら。お前は何者だ。我が名をすでに知っているであろう、人界の剣士よ。いや、知らない。この世界に入り込んだ賊が暗黒神ベクタと名乗ってるのは知っている。ほう。役割を演じてるのは大したもんだ。その側にふさわしいよ。だがお前は自分がしたことをもっと深刻に考えるべきだ。みんな生きてるんだぞ。この世界で生きてる。姿形が異なるものだって人間なんだ。お前はここに生きる人々の生活を蹂躙した。命をもてあそんだ。お前は絶対に許されないことをしたんだ。その口ぶり、貴様ここのユニットではないな。ラースのものか。さあな、そっちは軍人か傭兵か。いや、何でもいい。この世界への侵略者であることに変わりはない。宣戦布告する。覚悟しろよ。俺は絶対にお前を倒してみせる。容赦はしない。これはこれは思わぬ伏兵だ。この世界にウォッチャーのような存在がいたとは。いや、ガーディアンかな。少年よ、お前は私の興味を引くことに成功した。だが私はこのターゲットを連れ出さねばならない。期待に応えてやれなくてすまない。彼女の友だというのなら、ここでお別れをしてくれ。さよならの言葉は私が後で彼女に聞かせてやるとしよう。原始の混沌より生まれし者よ、我が呼び声に応えよ。 OK, alles klar. Das sieht doch mal richtig interessant aus.Da wird kein Fürst Vector kommen. Das kannst du vergessen. Oh, das war mal eine gute Ansage. Das stimmt allerdings, hat sie ja eben selber gesagt. Überleben ist das, was zählt.
惜しいな。もっと味わいたいものだが、散った者たちの進言通り先を急ぐとしよう。諸君、楽しんでくれ。くそ、待て、アリス、アリス。Okay, wir haben hier ein Vieh, welches wir, erledigen sollten. Und da zauen wir jetzt mal richtig rein. Wir haben Yujiro, der Kuli und Fanatio. Okay, das sollten wir aber hinbekommen. Eisenblutbestie heißt sie. Okay, cool. Dann wollen wir da noch mal ein bisschen Gas geben. So, wir führen die auch relativ nah an den Bruch ran und dann würde ich dieses Mal wahrscheinlich sogar was früher reingehen. Okay, hat das hier jetzt funktioniert, was wir vorhatten? Haben wir sie rausgeholt, die Bestie, aus dem, was sie vorhatte? Vielleicht zumindest so. So. Dann wollen wir nochmal gucken, dass wir das Vieh down bekommen. Naja, einen kleinen Teil haben wir schon. 500 Cardworker. So, sie ist kurz vorm... Ja, okay, da ist sie jetzt im Bruch. Und dann wollen wir den verbündeten Skill mal ansetzen. Eigentlich wollte ich ihn was früher starten, hat jetzt aber leider nicht so gut funktioniert. Okay, der hat gut reingehauen. Ja, knappe 450.000 Schaden. Das war schon mal sehr gut. Aber die Bestie war auch im Bruch. Die Eisenblutbestie. Da müssen wir auch dran denken. Den hier skippen wir gerade wieder. Oh, guck mal hier. Wir sind auch schon auf 2 Millionen runter. Geil. Okay, die anderen sehen auch bis jetzt relativ gut aus. Das ist schon mal viel wert. Müssen wir jetzt nur noch gucken, wie wir die anderen 1,7 Millionen dezimieren. Wir gehen wieder zurück hier an den Schwanz. Und bringen hier mal Damage an. Ja, wenn wir Glück haben, führen wir die gleich wieder an den Bruch und können dann nochmal richtig Damage anbringen. Den wollen wir hin. Oh ja, da sind wir im Bruch, sehr geil. So, das hat schon mal gesessen. So, die letzte Million ist angeritzt. Das heißt, den Rest kriegen wir hier auch noch klein. So, wunderbar. Guck mal, das sieht doch schon richtig, richtig gut aus. Oh, das ist Wolke. Okay, da gehen wir wahrscheinlich wieder an den Schwanz ran, das zu unterbinden. Da gehen wir lieber mal raus. Bin noch nicht sicher, was genau hier passiert. Aber Hauptsache mal rausgehalten, das ist das Wichtigste. Oh yeah, da sind wir wieder so weit, sehr gut. Und dann sollten wir das jetzt auch geschafft haben.
Wunderbar.